ここからはですね、質問気になることということで、さっきお話しした通り、この青字の部分、明日、11時に公開になるこの英語化準備室のページに全部書いてあるんですけども、ちょっと今日ね、だーっとみんな気になってると思うので、お話をしていこうと思います。で、これからお話ししていくクエスチョン、こんな感じのものがあります。まずね、英語まだまだ参加 OK？ まだまだなんだけど、参加していいのかな？海外から参加していいですか？ユッキーに会えるんですか？ Facebook アカウントないんですけど、どうしたらいいですか？入れますか？活動場所はどこですか？これオンラインサロンってなんか分かるようで分かんないんだけど、必要な機材とかなんか買わなきゃいけない機械とかあるんですか？年齢制限あるんですか？交流は必須ですか？参加に必要な英語のスキルとか資格はありますか？あとはこれね、これね、結構多くいただいてる。ユッキー一人でこれやるんだよね。ちょっと大丈夫ですか、僕心配になってきましたとか、あとうちの母親とかですね、この間のコンテンツの発表した時にも動画見ながらなんか顔が青ざめてきたとか言い始めて、その次の日ね、電話かかってきて言われたんですけど、あんたあんなのもう本当に倒れるわみたいな感じで心配されたんですが、大丈夫です。はい、ありがとうございます、ご心配ね。運営はね、チームで行っていこうと思っておりますので、まあ、これはちょっと今からお話しするんですけども、そう、これね、もうサロンなので、で月額制で、続けていくものというか、持続していくもの、しっかり運営していってなんぼっていう、まあ、コミュニティなので、こう誰かが、例えば私がすごいこう、なんだろう、頑張りすぎてというか、なったら、もうね、はい、本末転倒なんですね。なんでちょっとこのあたりの運営はね、 DMM さんももちろんスタッフさんがもうすでにグループ、大元の本家のグループと、あとは、20個の分科会のグループに全部入っていただいてて、それはね、ちょっとサポート体制もあったりとか、運営もしっかりしているので、ぜひご安心いただければと思います。はい、であとは短期間で英語をやりたいんですけど、そういうのってここでできるんですかっていうね、ご質問とか、あと最後、TOEIC の部屋っていうのを、この間試験対策室っていうのを用意しますっていうお話をしたんですが、これちょっと自分まさに TOEIC 受けてるので、これちょっと具体的に聞きたいんだけど、何するんですかっていうね、この話最後にしていこうと思います。はい、でここはちょっと昨日までの動画のね、おさらいになります。ここは今日は読み上げませんが、載せておりますので、ちょっと復習がてらね、ああこういうのがそっかついてくるんだったなっていうのをちょっと、はい、見ていただけるといいかなと思います。さあ、それでは、ちょっと待って、読み上げていこうと思いますが、ちょっと待ってよ。はい、なんで本当にね、早口で喋ってたけど、よっしょ、はいはい、行きまーす。もうこれはね、このまんま明日載せる予定のものを読み上げたいと思います。よくあるご質問、英語はまだまだです、参加できますか？ぜひご参加ください。全く心配ないです。当サロンは英語力を試すことを目的とした場所ではなく、効率的な学び方についてみんなで考えたり、課題に対して日本語や英語で意見を書いたりを中心としたサロンです。でこれね、ここに書いたんだけど、時には言葉を介さずに写真だけをアップしてくださいとかいうね、課題もね、面白そうだな、ちょっとやってみようかなと思ってて、その課題の大元が英語になってて、で自分がアップするものは、写真だけとかね、まあね、ちょっとそういうね、面白い仕掛けとか、なんかいろいろね、考えてます。はい、さまざまなアプローチを考えています。メンバーの共通項として英語っていうものはあるんですけども、レベルや年齢による制限はありません。英語を学んでいる、学んでみたい方であれば、どなたでもご参加いただけるコミュニティです。はい、次、ユッキーさんに会えますか？毎回2回の定例イベントにユッキーが参加します。会えます。うち1回は福岡、福岡に住んでるのでね、ちょっとどうしても福岡がアクセスしやすくなってしまうので、ちょっと福岡の人だけ会える、こうね、なんか現実的とか行きやすいなみたいな感じになるんですけども、残りの1回は大阪、名古屋、東京のいずれかを今のところ予定しておりますが、サロン内での開催希望地アンケートなどをもとに、他の地域での開催ももちろん予定をしております。またこの他にオフラインイベントとして、Zoom っていう、こうビデオ会議システムみたいなのがあるんですよ。 Zoom とか Facebook ライブでの生放送、あとは
月例、歓迎会、これね、実際私も他のいろんなオンラインサロンちょっと今入ってるんですけど、でそれで最初見た時びっくりしたんですけど、こんなんができるんだなと思って、新入生歓迎会しますみたいな、何月何日、何時スタート部屋こちらって言って、その部屋はもちろん実際の部屋じゃなくてオンライン上の部屋なんですけど、でそこでちょっとその9月入会者歓迎会みたいな感じでね、ワイワイやってたりとか、あ、こんなんやってるんだみたいなね、もうねオンライン上でできるんですね。はい、なのでね、ちょっとねこういうこうリアルなオフ会がねあるんだって思うと、わ、全部ね自分の住んでるとこから遠い地域だなっていう風にもしかすると思われるかもしれないんですが、そこはですね、リアルももちろんこれオフ会あるので、ご参加いただける方はご参加いただけるとすごく楽しくなっているんですけども、これだけじゃなくてオンラインの方、オンラインサロンなので、オンラインのその歓迎会とかレクチャーとか生放送とか、そういうのもねたくさん企画しておりますので、ぜひ楽しみにしてください。で次、 Facebook のアカウントがないのですが入会できますか。 Facebook グループを利用したコミュニティのため入会には Facebook アカウントがこれね必要です。必須になります。今日ご登録お願いします。はい、そしてそう、サロンご入会後 Facebook の使い方がよくわからないっていう場合には、サポートチームが丁寧にご案内しますのでご安心ください。そして次、あ、これね多かったんだよね、これ、活動の場所はどこになるのでしょうか。はい、Facebook の非公開グループ上での活動プラス、月2回のオフ会が主な活動場所となります。なので、オンラインは Facebook で、オフラインリアルね、実際こう対面であったりとかは、月2回のオフ会という、まあ、この2つのね、軸場所があるよっていうねことです。でこのページからお申し込みいただいた後、明日ねこのオープンするページからお申し込みいただいた後、サロンのオープン日より確認が取れたお客様から順次 Facebook グループへのご招待をさせていただく流れとなります。はい、これはさっきね言ったところですね。さあ次です。サロン加入にあたって必要な機材などはありますか。はい、これね、特になんか今回このサロンに入るからって言って新しく何か用意しなきゃいけないっていうのはないです。はい、オンラインサロン、スマートフォンやパソコンなどインターネットに接続できる環境があればすぐにご加入いただけます。で活動は Facebook 上で行うので Facebook にログインできる環境さえあれば OK です。はい、まあ、この辺もねちょっと、まあ、こういうの慣れてないからよくわかんないっていう場合は全然聞いてください、サポートをします。はい、次です。年齢制限はありますか。これねダントツ1位の質問でした。いっぱいいただきました。年齢制限ありません。年齢、性別、キャリア、英語学習歴とかはもう関係なく、英語を学んでみたい人、英語を学んでいる人であればどなたでもご参加いただける英語化準備室です。で次です。交流は必須でしょうか。必須ではありません。はい、これもね、まあ、連日ちょっと動画の中でお話ししてきているんですけども、サロンで配信されるコンテンツを楽しんだり、あとはメンバーがこのね中に入っているメンバーが書き込むスレッド、掲示板ですねをちょっと眺めてみたりとか、他の人がどんなこと書いてるんだろうっていうのをちょっと自分はじーっといつも見てるだけっていう、それでももう全然 OK です。で、まあね、英語勉強してるとかこれから頑張りたいっていう方だったら、ご自身の英語学習への刺激としてこのコミュニティを、ここにねログインするとなんかいろいろ英語やってる人いるから、なんかこれ見るとちょっとやりたくなるとか、あ、これ見ると面白い感じで英語のねことを英語に親しめるとか、あとはこれ見てちょっとやばいっていう風に自分に思わせたいとかね、そういうこう刺激を与えたいとか、そんな理由でご参加いただくのも OK です。あとはねこう、まあ、これも前話していきましたけど、いろんなコンテンツが溜まっていくので、なので資料館のような感じで使っていただくのもいいかなと思っております。さあ次、どのような英語スキルが必要でしょうか。資格とか特に取ってないし、英語の試験とか受けたことないんですけど、英検とか TOEIC とかねやってないんですけど、これ誰向けですかみたいなね、大丈夫ですかっていう、
これがないとダメというようなスキルはなく、また資格も関係ありません。英語をやってみたい気持ちがあればご参加いただけるコミュニティです。あとは、強いて言えばね、好きなものとか関心があるものに、関連付けでグループをこう分けていって、そこでこう課題を解いたりとかしながら英語をどんどん使う。で、英語のために、英語を学習するために英語を使うんじゃなくって、自分が好きなものを表現したりとか、説明したりとかのために英語をこう使っていく。もう英語いつ使われるようになるんだろうな、使いたいなとかいう発想がここにいるとなくなるよっていう、コミュニティをですね、環境づくりをしたいなと思っておりますので、強いて言えば趣味とか、好きなものとか、最近ハマってることとかがある方の方が、楽しめると思いますね。はい、あればあるほど楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。はい、次、運営に関してですね、ユッキーさん一人で運営するのでしょうか。さっきちょっとね、ちらっとお話ししたとこですけど、運営は運営メンバーと共に行ってまいります。また、当サロンは DMM オンラインサロンですので、DMM のスタッフさんも本グループ、本家のね、グループ、みんながこれ、最初に招待されるところの、こう、大元のね、グループです。本グループ、分科会グループ含め、すべてのグループに DMM さん入っていますので、ビシッとね、運営、これ、ご安心ください。なお、分業制で、そう、楽しくコミュニティを運営していこうと思っております。あとはね、これはね、ちょっとね、PR というか宣伝になるんですけど、宣伝募集ですね。はい。なお、運営チームは随時募集をかけたいと思っておりますので、運営スキルを身につけたいとか、オンラインサロンっていうもの、今回私もこれ初挑戦するんですけど、このオンラインサロンって今ね、まだまだなんかね、こう盛り上がってる、なんかものなんですよ。サービスなんですよ。で、オンラインサロンっていうのを結構やってみたいと思ってる人とかも多いらしいです。ただ、いろいろこう、何を準備しなきゃいけないのかとか、こういう難しさがあるよとか、でもこういう面白さもあるよとか、そういうのをね、本とかも出てたりするんだけど、なかなか学べる場ってそんなになくってっていうのがあるので、もしですね、オンラインサロンとかをちょっと自分もこれ興味あるんだけどっていう場合は、ぜひよかったら運営チームに入ってください。はい。で、そう、オンラインサロンっていう形にも興味があるっていう場合は、ぜひユッキーまでお知らせください。運営チームだけのミーティングとかも予定してます。ここでね、もちろん自分が参加するっていうの楽しみもあるんだけど、ちょっと運営してみるとか、あとはここでなんかこういうことをやってましたとか、こういうね、こともできるんですよっていうのを、ご自身のこうお仕事だったりとか、なんか他の、こう趣味とか活動の場で、なんかね、アピールというか、自分のこう、一つまたスキルを増やして、使ってみたいっていう、そういうちょっと道場的な、運営道場、運営ジムみたいな感じでも使っていただけるかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ運営チームはね、すごいちょっとね、募集をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、次。短期間で飛躍的に英語力を鍛えたいと思っています。1ヶ月で習得できますか？はい、申し訳ございません。当サロンでは短期間、例えば1ヶ月とかね、はい、で英語力を身につけるようなことを想定したコンテンツやサロン展開を予定しておりません。また、徹底したコーチングや指導の場ではございませんので、英語に対して緊急性がある場合とか、もう特急コースみたいな感じで、もうとにかくね、もう今月でこれだけ、もうなんだろう、英語喋れるようになりたいとか、そういう風な感じ、もうスパルタでやってほしいみたいな感じを期待される場合は、申し訳ないんですけども、ご参加をご遠慮、いただいた方がいいかなと思っております。平日毎朝の配信や生放送でのレクチャー、課題や月刊誌などはあるんですけども、1対1のレッスンをするとかみたいな感じで英語を習う場所じゃないんですね。ここは英語を習うところはみんな多分他のところでやってるだろうというふうなことを想定して、作っている場なので、習ったりとかね、勉強したりとかは他のところで、やっている、いろんなメソッドでではなくて、
使う場所なんですね。なんでここはね、ちょっとね、結構ね、大きいかなと思って、重要ポイントかなと思っております。なので、ここですごいレッスンをしたいとか、英語のこう一個のね、すごいこう短期間で英語が学べるみたいなメソッドを期待されるとちょっと違うんですね、ここは。ここはいろんな英語を学んでる。で、学び方がもう本当に今の時代たくさんあるし、多分これからもっともっと増えてくると思います。もう誰もが、誰でも発信できる時代になって、どんな情報もこうね、取りやすくなってきた。で、無料でね、学べるのとかもういっぱいあります。で、全部質が高いみたいな感じになってきているので、そういうのをこう、いろんなね、英語をこうやってみたいとか、やっているとかいう、その人の数だけ学習スタイルがあるなっていうのを私自身すごく感じていてですね。で、今回この場所では、まあ、そういう人たちでみんな参加して、もちろん英語の学習方法とかの意見交換ももちろん OK ね、出てくると思うんですけども、それ以上にこういろんなところで自分が学んだものを自分の好きなものと組み合わせてとにかく使っていくっていう空間なので、なんか短期間で自分マンツーマンでいいので教えてくださいみたいなね、感じはちょっとね違うかなと思っております。はい、次、海外在住ですが、入会できますか？もちろんご入会いただけます。グループ活動の中には海外部もご用意しておりますので、ぜひ覗いてみてください。でね、この海外部ね、結構ね多分面白くなるだろうなと思ってて、そう、サロンオープン後、現在ねお住まいの場所に関わらず、なんか、出張で訪れたことがある国とか、来月とか半年後出張とか、出向とかを控えている地域とかがあれば、それをねこう情報交換するスレッド、まあ、スレッド掲示板、もしくはいっぱいいらっしゃったらお部屋を作ろうと思ってるんですけども、そういうね感じのこう人たち集まって、旅行雑誌とか、あとはこう外務省のなんかページ、渡航案内のページとかね、あれの作ってるの外務省かな、ああいういろんなページとかネットで取れる情報とかね、観光情報とか、ここ行くと危険ですよとか、これこういう風に載ってるけど実はこういう裏技使った方がいいんだよみたいな情報とかを、情報交換できる部屋とかも用意しようかなというふうに思っておりますので、ぜひ海外在住の方もお待ちしております。はい、ということで以上がですね、明日のこの公開になるページにも載っている質問集だったんですが、はい、最後にこれはねちょっとねもうねページ最終こうで提出しちゃったからちょっと追記できなかったんですけど、トイックの部屋というのもあります。で、ここではですね、これねテスト対策室で、まあ、とりあえず今のところはトイックと英検で準備しようかなと思うんですけども、私も頑張りたいのでね、準備しようかなと思ってるんですが、もしかすると今後、話題のね、GTEC とか、も出てくるのかもしれません。あとは、なんか、プレゼン力の部屋とかね、いろいろこうリクエストがあったら、はい、あとリーダーが出てきたら作っても面白いかなとかも思ってますが、例えばね、こういうトイックの部屋だったら、トイックの部屋、まあ、スコア別、まあ、まずはね、その部屋でこうちょっと自己紹介というか、トイックこう、いつ受けるのかとか、まあ、どれぐらいね、勉強してるかとか、まあ、初めて受けますとか、で、このテキストで今ちょっとね、買ってやってますみたいな、そういう、意見交換もあったりとか、あとは、ここがですね、メインになってくるかと思うんですけど、大問の解き方、ここの、ここに何作よねみたいな、まあね、一応ねトイックってこうメソッドじゃないけど、これはこの大問はだいたいこのぐらいの時間でここを意識して解きましょうみたいな、いっぱいこう教科書とかに載ってるんですけど、それを改めてみんなでこう検証していったりとか、実際に解いたりとかしてね、同じ問題を、あとは、単語とかリスニング、まあ、単語いっぱい覚えてれば覚えてるほどいいみたいなところがこうトイックとか英検とかねあったりしますが、その単語をちょっと1日1単語誰かがこう交代でね書いてみるみたいな、で、あ、知らない、それ忘れてたわ、言ってくれてありがとうねみたいなのをこう Facebook 開くたびに確認できるとか、こういう単語を覚える場に使うとかね、あとはリスニング問題で、ここの音が聞こえなかったんだけどこれ誰か教えてくれますかみたいな
感じでこうリスニングのスコアを上げるためのそういう質問ができたりとか、学んでる人同士でっていうような感じ。あとは、そういうちょっとこう真面目な本当にお勉強とは離れて、とにかく頑張ってる仲間、あ、これだけちょっと来月また日曜日受けるんだな、何々さん受けるんですね、自分もですよ、自分はね何々系なんですけどみたいなのがあると、こう仲間がいる、あの人も受けるんだなっていうので一緒に頑張る、もしくは、切磋琢磨するみたいな効果もね出てくるかなというふうに思っております。はい、まあ、こんな感じで、こう活動をしていきますね。まあ、OK ですかね。レベルのこととか、年齢制限これ関係ないよっていうこととか、オフ会があるけど生配信もあるよっていうこととか、海外参加 OK で、活動場所は Facebook なので Facebook 作ってください。そして必要な機材は特に必要ありません。ネットにアクセスできれば大丈夫。まあ、強いて言えば生放送の時とかはネットのこうね、回線というかギガをね、こう消費してしまうので、まあ、Wi-Fi とかがあるとこで見た方がいいかもねっていう、まあ、そういう時はね。ただ普段こう記事を読んだりとか書いたりはそんなにこう消費しないので、全然、いけると思うんですけど、あと交流は必須じゃないよっていうとこ。あとね、これね、年齢制限のとこなんですけども、今のところ、申し込みますって言ってる方とかで一番上の方がですね、80代の方がいらっしゃいます。はい、であとはね、そう皆さんね、年齢を教えてくださるんですよね。80代の方いらっしゃって、下はね、まだそんなに連絡来てないんですけど、おそらく20代、もしかすると10代の方とかも、はい、でもあんまりいらっしゃらないかなと思いますが、はい、あ、でちなみに別に年齢とか言わなくていいんでね、入った後に、ここはただ私がこうね、今ちょっと情報を LINE とかでもらってるだけなんですが、まあ、このぐらいの年齢幅でいらっしゃるので全然安心してくださいというお話です。はい、そして、参加に必要なスキルとか資格は特にないよという話。ただし、短期間で英語をやり込みたい、ここに入ることによってもう1ヶ月でペラペラになってりたいで、ペラペラになりたいっていうか、実際なれると思う。いろんな部屋があるし、いろんなところに自分がこう課題をね、たくさん書き込んだりとか、いろんな人に質問したりとか交流したりとかすると、すごく英語ね、ガーンって短期間、本当に1ヶ月とかでも伸びる可能性は十分ある、コミュニティだと思っているんですけども、ただ、そういうね、1ヶ月で、あなたを完全に英語喋れるようにしますよみたいな、ところに重きを置いて、まあ、そこにね、そこがコンセプトというか、本目的にはなっていない、英語が入門室なのでちょっと違うかなっていうところです。あとは、1ヶ月とか、あんまりそういう風にちょっとね考えていなくって、まあ、それがねこの、手軽さの理由っていうのもあるんですけど、これは本当にコミュニティ、まあ、部活みたいな感じなので、部活を1ヶ月だけやる予定で入る人ってあんまりいないじゃないですか。まあ、お試しだったらね、こう学校入学式入ったばっかりでいろんな部活あって、わ、どれに入ろうか迷うわっていうので、いろいろ見学してちょっとね、何回か、まあ、1ヶ月間ぐらいはちょっと練習に参加してみる、あ、やっぱ違いました、ちょっとじゃあ違う部活行こうかなとか、そういう考えだと全然いいんですけど、まあ、部活をもう絶対この部活に決めたってなって、はい、1ヶ月しかいませんっていうのは多分ないと思うので、そうなった時に、まあね、これ本当に月額制でいつでも出入りできるので、12月にスタートして、もしかすると1月抜けるとかそういうのも全然ありなんですけど、でまた3月に戻ってくるとかね、逆に4月頃に入るとか、まあ、そうするとちょっとこの特典はなくなるんですが、そういう使い方ができるっていうのがすごくいい、まあ、コミュニティならではのね、出入り自由っていうのがあるんですけど、はい、そんな感じでこう続いていくことを想定としている、所属するっていうところなので、1ヶ月でどうにかこうにかスパルタに指導してほしいっていうのはね、あんまり考えていないです。はい、というところだけちょっとね、ご注意ください。はい、ということで、さあ今日もいろいろとお話しましたが、大体なんかね、こうね、気になってたこととか、クリアになったら嬉しいなと思っております。はい、ということで、明日申し込み、もうね、これ申し込むぞっていう、なんか、やるぞみたいな、楽しみだって思っていただいている方はお手数なんですが、これだけ、今日完了いただけると嬉しいです。
あとはね、そう、この英語化準備室のお話も、まあ、やっぱ連日、動画でいろいろとお話ししていることもあって、皆さんね、私もね、本当に最初ね、こんなの絶対説明できないわと思ったんですけど、全部こう自分の頭の中でいろいろこう、まだね、こう多分説明できてないこともあると思うんですけど、このオンラインサロンっていうのがやっぱりどうしてもその本とか、学校とか教材とかに比べたら浸透していないものなので、そこからね、いろいろ話をして、しかも自分のサロンではこうやりますっていうこの話がどこまでどうやったら伝わる、伝わるかなみたいな、もうね、そこがね、どうだろうなっていうので、ずっと続けてるんですけども、どうやら、伝わっているみたいでですね、本当に LINE とかで教えてくださってる方ありがとうございます。これね、概要伝ってるみたいで、その中にね、未来の学校ってこんな感じなんだろうなって思ってワクワクしましたっていうご意見を、ご感想を送っていただいた方がいらっしゃってですね、この未来の学校っていうキーワードめちゃめちゃかっこよくて嬉しいなっていうふうに思ったんですけど、まさにこういう感じ、はい、この英語化準備室は大人の、サークル、大人の部活動で年齢問わず、入れる、英語っていうのをキーワードにして入れるところなんですけど、もう未来の学校みたいな学び方っていうのは、まあ多分どんどんこう変わっていってると思うんですけども、この2019年で来年2020年になってね、なんかいろいろまたどんどんこれからいろいろこう多分想像もつかなかったような、思いもしなかったようなものが出てきたりとか、なんかテクノロジーが出てきたりとかね、いろいろそういうこう人と人をつながるなんかものが出てきたりとか、と時代の考え方も変わってきたりとかすると思うんですけども、これをね、未来の学校みたいな感じで捉えていただいて、面白くね、思っていただけるとすごい嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、ここはね、ちょっと明日、じゃあちょっとジョイン参加してみよう、よし、これ未来の学校入ってみようというふうに思っていただいたら、今日ちょっとここお願いいたします。あとは、繰り返しになりますが、なんかご質問とかあれば LINE かメールの方で、 LINE の方が早いので、LINE の方がちょっとおすすめではあるんですけども、送っていただけると、はい、お返事をしておりますので、ぜひよろしくお願いします。では次はですね、もう明日はちょっともうこれ、はい、こうもう受け付けて、多分明日も動画撮る時間があると思うんです。早速この時間帯はね、もう私ももう張り付いてどうなるかちょっと分かんないからね、はい、ですが、また明日ね、ちょっとこの結果報告というか夜に、動画撮って配信していきたいなと思いますので、本当ね、お祭り気分よね、もう本当に、はい、どうなるかね、楽しみだなという感じのちょっと前夜祭、はい、動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。英語化準備室パワードバイユッキー、ご参加いただける方は明日11時 DMM オンラインサロンの英語化準備室パワードバイユッキーのページでお待ちしておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それではまた明日元気にお会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye.